はい、今週はですね、私の同級生である森田君にですね、参加していただいて、私の風水をですね、取り入れてどうなってるかっていうお話をしていただきました。どうでした？今回初めてラジオにお話をされて。まあ、そうですね。まあ、風水っていう部分でたまたま再会した時に共通な部分がありましたので、まあ、それの話、視聴者の皆さんにですね、共有できたということでは非常に良かったかなと思います。なるほど。まあ、私は鑑定士ですけど、それなりに、まあ、森田君なりにプチでこう風水で話ができる部分があるのかなと思うんですけど、違います？ 意味がよく分からないです。例えばその小さな、ね、例えばノウハウ的なことっていうのは話できるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。まあ、そこの辺は自分も長いことやってきてる中で、そこの共有ができるかなと思なるほど。まあ、そういうことで、今回はですね、風水についての、少し知識を持っておられる、そして、私の鑑定を受けてより、運気を上がっていくということで、今週は森田君に参加いただいたということで、大変どうもありがとうございました。ありがとうございました。